東京都の小池知事が7月7日投開票の都知事選挙に参選を目指して立候補すると表明しました小池都知事は12日の都議会でこれからも都民のために都民とともにもっともっと都政の発展へと全力を尽くすと述べて都知事選挙に立候補すると表明しました小池都知事は先月28日に都議会公明党や 都内の市区町村長の有志などから出馬するよう要請を受けていました都知事選挙をめぐっては参議院議員の蓮舫氏や広島県秋田方市の前市長石丸慎二氏自衛隊元航空幕僚長の玉神俊雄氏 元財務副大臣の小林幸喜氏が出馬を表明していてこれまでに諸派や無所属で40人以上が出馬するとしています。